柏原スマートシティという、はい、あの街づくりを担当しておりまして、そこのコンセプトが世界の未来像を作る街と、なので、まさに社会的なインパクトを、大きな社会的なインパクトを与えようと、作ろうというような仕事もしてまして、はい、やっぱり街づくりというのが皆さんの生活の基盤であるからこそ、うん、我々ができることも多いかなと思いますし、うん、そこに対する、皆さん、実際に街を使っていただく方々からのいろいろな反応も、うん、真正面で受け止められるような仕事かなと思います。うんうん。